はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ちょっと久しぶりになりましたけれども、サクスペ、ガチャの方を引いていきます。パワプロの日大感謝祭ガチャですね。フリートのサクチャレも決まりまして、デビューキャラの大山どかちゃんとかが特攻さんに、まあ、入っているので、まあ、ちょっとね、まあ、せっかくの大感謝祭でもありますので、80連のところまで引いていきたいと思います。で、大山どかちゃん、彼女キャラじゃないんだよね。相棒なんだよね。フリートの相棒キャラってどうなんだろう、その使い勝手としては。ちょっと使ったことがないので、よくわかんないですけれども、一応金徳は2つ取れます。で、ミートとコントロールの上限アップ。持ってるので、まあ、一応投手でも野手でも両方使えるかなといった印象ですね。あと経験点がどれだけ高いかというところにはなるんですけれども、世話焼き中学生なんだ。そうか、中学生にはさすがに手は出せないよな、大人として。いや、高校生が中学生に手を出すのはいいと思うんだけど、大人が中学生、まあもちろん高校生もダメだけどさ、中学生には手は出せません。というわけで相棒キャラになってます。で、復刻キャラとしてはオクタビアと、寺道くんで、あと厳選30キャラのみになってて、他誰がいるかっていうと、エプレミちゃんとかジャスミンちーちゃんとかときめきみおちゃん、クロセーラ、通常の佐伯さん、渚ちゃん、ユッキーとかがいるので、まあ、キャラ的には結構いいキャラが揃ってる感じですかね。まあ、ただエプレミちゃんと、ときめきみおちゃんは PSR プラゴなんで、そこが出るとちょっともったいないかなという感じはしますけれども、まあ、引いていきましょう。10連目は SR、 寺道くんもね、大して解放されてない。3個入ってるし、あ、そう、確率は2倍。アーサーもね、 PSR プラゴなの。一応R、 寺道くんの PR、 まあ質だよね、質、まあ、アーサーはね全然いいと思うんだけど、いかんせん PSR プラゴだからね。で、10連ガチャずっと SRB キャラ出現率2倍になってるんで、まあそこは効いてるっていう感じがあるのかな。 2G、 あれ、ここなんだっけ、バナーではないよね。でもキラーンがないから1個。まつりちゃん、ちょっと微妙だね。 PR のしどれみちゃんも、だ PSR プラゴになったキャラクターがもうちょっと本当にね、手に入れても使い道がないっていうところ。厳選10キャラのみ、厳選10キャラが誰か分かんないけど、とりあえず厳選10キャラから SR が出ますと。こういう厳選ってどうやって決められてんだろうね、開発陣の中でさ。あ、来た。一応まどかちゃん、まどかちゃんでいいんだっけ名前。同栄の PR、 同栄もレベルを上げたいよね。オクタビア、オクタビア、佐伯さん、あ、まあ全然いいわ、悪くない悪くない。で、40連目 PSR が確定してます。まあ、PSR も一応厳選30キャラなんで、まあ、誰が出るか。SR 出現率2倍って最初だけだったね。まあ、2枚入ってるけど、まつりちゃん、だからまつりちゃんとかさ、なんで選ばれたんだろうっていう、よくわかんない。オクタビアの PSR が普通に出てきた、やったなんかね、ひょこっと PSR 出てくるよね、謎だけど。これオクタビア結構いいとこまでいけるんじゃん。で、50連目と60連目はバナーから SR が出ますと。こういう何気ないねところで有能 PSR 引けるのもかなり重要っていうか、バナーキャラでねしっかり出てくれればいいんだけど、まあ、闇野とかアーサーとかもそうだけど、なんかさ別バージョン出ないかね、聖王アーサーとかね。アーサーが聖王なのかどうかよくわかんないけど、魔王闇野とかね、なんかかっこよくない？
で60連目。せっかくね、円卓とエビルのね、イベントとかがあるんで、そういうのもちょっとなんか別バージョンのケーキにはなりそうだけど、今のところ特にないです。アーサーも闇野も普通に強いからね、両方とも。虹谷みたいになんか微妙な別バージョンが出ても困るしね。で、オクタビア、ゴブ、渚ちゃんもね、まあ最近はね、選手キャラじゃないから全然使ってはいないんだけど、意外に PSR のプラゴが近くて、まあ、レベルは上げておきたいっていう気持ちはある。1個おお寺道くん、え、解放できるだけの手札がないんだけど、どう考えても42でどういうテーブルなのかちょっと見ておこう。最悪45で使うか42で使うか、まあ、タックが 10% か。練習効果プ30つくんだね、50になると。得意練習は肩だけ、阿部比粘り打ち番と盗塁アシストか、そういうことだったか。一応寺道くん PSR が出ました。厳選10キャラがなんだかよくわかんないけどね。だからここでバナー PSR が誰が出るか、寺道くんが出ればまあ42は確定でしょ。うまく2解放してくれれば、てかプラゴまで持っていけるかな。 SR プラゴでね、2解放できるのっていうのめちゃくちゃ重要だよね。寺道これは42で使おう。おお、やったやったやった。ちーちゃん、ちーちゃん俺意外にレベル低いんだよ。バレちーちゃんにさ、割と突っ込んじゃったから、ジャスチーにね突っ込むだけの余裕がなくて、多分プラ2とかだった気がするというような感じですね。一応まあまどかちゃんも手には入ったので、少しここのフリートサクチャレを見ていくと、まあ、ボーナスだよね。役割の種類は4種類で、女の子は3人入れてって考えると、一応特攻3、野球マン5号とバスケの両親、あ、ちなみにバスケの両親ガチャもあるんだけど、 PSR のバスケの両親は手に入れることができませんでした。で、 PSR 確定のところはケンパチだったんで、ケンパチはねプラゴになった。ケンパチってちなみにいるの？あ、いそうだな。あ、いないかなあ、いたわ。特攻2でいるのか。特攻2と3で基本固めるのはやっぱりセオリーで、まあ、特攻3っていうのはかなり正義だからね。正義だけど、やっぱり PSR のレベルが高い方になってくると特攻2でもいいのかなっていう気はする。そう考えると、まあ、野手だよね、この編成見ると。ちなみに特攻指キャラ3だけで固めることもできるっちゃできるんだよね。野球マン5号、両親、明珍、寺道、まどかちゃん、カレンちゃんで、そうすると彼女キャラがいないのか。彼女キャラなしで、その代わり相棒を入れて経験点にどう響いてくるかというような感じですね。まあ、ちょっと少し、レベルを上げて、まあ、レベルを上げてっていうかボックスのところも整理して、次回はフリートのサクチャレを、ちょっといわゆる思想っていう形でこの後やっていきたいと思います。まあ、そのわけで今回のガチャ動画はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。